もしも誰かに自分の作品を批判されたり何を言われたって全然気にする必要はないと思います。こんにちは、粟田洋介です。今日はキャンバスをミントグリーンで塗り始めています。雨の季節ですね。今日も雨が降っています。でもこの季節は私の好きなお花のアジサイがたくさん咲いています。先日ある人がその人のお家にも今年はたくさんアジサイが咲いたと言って喜んでいました。でも去年は全然咲かなくて、よそのお家にたくさんアジサイが咲いているのを見て悲しくなっていたんだけど、今年はとても良かったとその方はおっしゃっていました。私も良かったなぁと思います。でも去年もよそのお家のお花を見て楽しめばいいだけで、悲しくなる必要なんかないんじゃないかなと思いました。なんか作品とかも同じで、自分よりも素晴らしいとか自分よりも成功してる、でもまあ嫉妬したり妬んだりするよりは自分で勝手に悲しくなってる方がまだマシだと思います。でも私は悲しくなるのも嫌なので、隣の芝生が青かったらその真っ青な芝生をただ見て楽しめばいいだけなんじゃないかと思います。なんかこういう色ってこの季節に合ってるなぁと私は思います。で、周りだけ先に塗っていったんですけど、それには理由があります。絵の具が乾いた時に真ん中に違う色をバーッと塗っていこうと思います。私自身立派な人間じゃないので、自分が頑張っていることを成功している人とかを見るとなんだか羨ましいと思ってしまうことがあります。そして自分がすごい調子悪い時になんかうまくいってる人とかを見てしまうと、羨ましいだけじゃなくてチキショーって思ってしまうかもしれません。まあ羨ましいと思うだけならいいんですけど、それが妬みに変わるのは嫌だし、自分がそんな風になったら私は自分自身のことが大嫌いになると思います。なのでそうならないうちに、羨ましいって思いそうになった時点で羨ましいってなるべく思わないようにして、その人の成功を喜ぶことにしています。だって嫉妬するのって苦しいじゃないですか。私は苦しい人生ではなく楽しい人生を生きていきたいのです。こんな話を聞いたことがあります。ある人がいて、作家さんに絵の注文をするらしいんですけど、注文する前はその作家さんのことをすごく褒めるらしいんですが、作品が出来上がると激しくその作品について批判するそうです。もうけなしてけなしてけなしてその作家さんを潰しにかかるそうです。そしてどうやらその方はもともと絵を描いていた人なんだそうですが、その昔同じように誰かにそうやって潰されたんだそうです。そしてその仕返しに関係ない作家さんに同じことをやっているということです。きっとその方もとても苦しい思いをしたんだと思います。そして今も苦しんでるのではないかと思います。でもそうやって関係ない人に自分がやられたことと同じことをする気持ちっていうのは私には分かりませんが、そんなことをしてもきっとその人の心は一生晴れないと思います。仕返しとか復讐っていうのは直接やった相手にやり返すことだと思います。でも私は人がどうすべきだってことは分かりません。私も何度か挫折をしたことがあります。だから分かります。辛いかもしれないけど、再び絵を描き始めて、そして楽しく絵を描き続けている間は人の足を引っ張ることなんて一切なくなると私は信じています。
世の中には人を妬んでアンチコメントを書いたりする人もいるようです。アンチコメントを書く気持ちはわかりませんが、恥ずかしいことにその昔、私は人の SNS の投稿に結構うざいと思われるようなコメントを何度か書いたことがあります。それは悩みを書いた投稿だったり、そんな考えでは不幸になるなって私が思ったような投稿を見ちゃった時なんですが、過去の自分も同じようなことで悩んでいて、今思うと何でもないと思うようなことだったりすると何か言わずにいられなかったんです。でも何回か書いてるうちに、そういうコメントって多分すごいうざいんだろうなっていうことと、私の解決策がその人たちに合ってるとは限らないということに気づきました。なので私は自分がしたことをすごく恥じています。でも人は間違いから学ぶものなんですよね。悩む時間っていうのは必要で、そしてそれぞれ自分に合った答えを見つけていくんだと、くだらないコメントを書いたおかげで気づくことができました。それからまたこれはかなり昔の話なんですけど、私は人の批判をよくしていたことがありました。その頃私はアートの話っていうのは批判を交えてするものだと思っていました。もちろんその人に直接言ったとか、アンチコメントを書いたとかってわけではないんですが、なんか友人とかと話すときに、例えば世界的に有名なアーティストで自分が好きじゃないタイプの作風だったりすると、なんであんなのが売れてるんだとか、あんなのアートじゃない、アートっていうのはこうあるべきだとか、そういう感じの話ですね。でも今の私は、いくら自分が好きじゃないからといって人を悪く言うのは自分自身を低める行為だと思っています。よくアンチコメントをする人たちっていうのは人を妬んだりしてるっていうことを聞くんですが、人の批判をしていた時の私は気づいてなかったんですが、その人たちのことを嫉妬して妬んでいたのかもしれません。たとえその人たちの作風が自分が絶対作りたくないものだったとしても、アーティストとして成功している、それは私がなりたい自分です。だからとても恥ずかしいことなんですが、人にひどいことを言われて挫折しそうになる気持ち、自分より成功している人を見て嫉妬してしまう気持ち、一歩間違えたら私もそういう気持ちになってしまうかもしれません。でもアンチコメントとか過去の八つ当たりとかされた方はたまったものではありません。しかもそんなことをされる筋合いは一つもありません。なので人に悪いことを言われても気にする必要なんて全然ないと思います。最近来てくれなくなりましたが、今描き始めてた猫はちょっとだけこの子がモデルです。もう一匹の子は前うちにいた猫で、この子が生きてる時にこの子はまだ生まれていませんでした。だから会ったことはないんだけど、なんか私が勝手にそう思ってるんですが、なんか共通点があって、ちょっと臆病ですごい遊び好きで、もし一緒にいたらいい友達になってたのかななんて思っています。最初これ描きかけた時はそういう風に思わなかったんだけど、茶色とグレーの猫を描きかけて、でちょっと尻尾が太くなったんで、ちょっと毛を長くしてこんな風にしたら、なんかそんな風なことを思いつきました。ちょっと関係ない話になってしまいました。もしも誰かに何でもいいけど悪いことを言われた時に、私も含めさっきお話ししたような人たちから何を言われたって気にしなくてもいいっていうことは言うまでもありません。でももしも皆様がどんな人から悪いことを言われたとしても、それがもしも自分の大切な人からだったとしても、全然気にする必要はないと思います。なぜならあなたは素晴らしいんですから。人に悪いことを言われて自分がやりたいことを諦めたり、そんなことをしてしまう必要は全くないと思います。過去に私は素晴らしい人から素晴らしいアドバイスを受けました。それは人の言うことなんて気にすることはないということです。確かに人の言うことなんて気にしていたら、こんな活動はしていけないなと思いました。絵を描くとか作品作りっていうのは、自分の無防備な心の中をさらけ出すということになります。
なので、そこに何か言われるということは、無防備な心の中をズタズタに切り刻められるのと同じことなんだと思います。なので私は人の作品というのは尊重することにしています。そして人に何を言われても気にしないことにしています。最初はすごい難しかったんですけど、人から言われたことを気にしないことによって、偉そうに批判してくる人たちがすごい下に見えてきちゃったんです。でもどんな人であれ、人を下に見るっていうのは悪いことだなって私は思うので、ただ気にしないということにしています。楽しく絵を描いていれば、悪い気持ちは消えていくんだと私は信じています。絵が完成しました。タイトルは水辺に出た虹です。ちょっと重い話をしたので、ちょっと虹を描いて、ちょっと心が跳ねていったらいいなと思ったから描いたわけじゃないんですけど、ちょっと虹を描いてみました。ちょっと最近うちの猫たちは自分たちのことで忙しくて、撮影中に全然来てくれなくなりました。そこら中走り回ってるので、走ってる音とか、あとは猫の声とかがたまに動画に入ってしまっています。ちょっと姿を見せてくれないので、もしもうちの猫が出てくることを楽しみにされている方がいらっしゃったとしたら、サブチャンネルでたまに猫の動画も出していますので、そちらもよかったらご覧になってください。リンクは動画とチャンネルの概要欄にも載っているので、そこをチェックしてみてください。ということで、今日はこの絵を描いたのと、楽しく絵を描いていれば悪い心が消えていくというお話をしました。このチャンネルではアートの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできたらと思い動画を作っております。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またこの動画が良かったと思った方は動画作りの励みになりますので、いいねやコメントなどいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。